5000円はご援助いただきまして、応援グッズや拍手での応援にご協力をお願いいたします。あれ写真。あれかっこいいなあれ。あでもナンバープレートついてるぞあれ。うん。あれ原付やろ。すごいね。キックボードのすごいやつみたいな。あれいいぞあれ。うん。光ってる。うん。あれいいぞあれ。あれ絶対あれちょうだい。ブレーキがついてる。あれ10万ぐらいするんだな。高いっすね。あれ10万ぐらいするんだな。原付で考えたらそうですよね。うん、違ったー。鍵だけ忘れないよ。ご覧とちゃんと。思いに任せて感じるままがいて、なんかそれからなっていうのどこのパレードやな俺。はっきり言って。なんかあれかっこいいね。本当はあの曲がり角が一番いい。真正面から来て横も見れる。今度はあっちで赤色を配ってるぞ。ここちゃんここ何分って知ってたの？え、分からん。6時過ぎって言ったで、6時過ぎに来たらまだまだやる。そしたら僕も48分に出てくる先にまたかなんだら、バスこの先に来るって知らんがな。こんなのが、うん、パレード。突然ランナーが走ってくるんだと思う。こうやって僕もこうやってんだよ。ここは赤い灯籠だ。まだ、なんか。オリンピックやっぱ福井の車じゃねえよ。まずは NTT バットンだって。ただいま聖火リレー対決、聖火リレープレゼンティングパートナー様によるアクティベーションを行っております。沿道の皆様にご協力をお願いいたします。ご観覧の際は必ずマスクを着用ください。また前後左右密にならないよう広がってご観覧ください。派手なのが大声はよちゃんと一緒に最初のスタートでランナーを盛り上げていただきます。なんか派手なのが来た。ほら派手なのが来たぞ。
体調が崩れない場合はアンナもお待たせください。この後聖火ランナーがやってまいりますが、ランナーと一緒に走行する行為は大変危険ですのでご安全ください。またご迷惑をおかけしておりますが、コカ・コーラや派手なの、コカ・コーラ。私がコカ・コーラやの。お、2台も来たぞ、おい。ほら、定価まで。なんで止まったんや。あそこで正解あれすぎるんやろ、ここで交代します。あそこで交代すぎてないの、止まってるぞ。あ、動き始めた。ここで交代があるんだ。あの人は俳優じゃない。あ、そうなん、津田さん。沿道の皆さん、大きな拍手でどうぞ。いい笑顔だ、ランナーさん。楽しんでいってらっしゃい。この後は新州北陸エリアのオリンピック自転車と今日は楽しんでおります。日本製のも通ったの。だから乗せて歩いてるのこういう係員。日本全国。何キロくらいなんか感じそう。だからみんな中間聖火リレーの聖火リレーってどうと思う。まだやろ。まだ知らんわな向こうも。向こう取るもこっち取るもわからん。だけど向こうの人には配ってない。あ、じゃあやった。なあ、向こうの人には配ってない。お母さん早速マフラーにしてるんやけど。え、早速マフラーにしてるんやけど。また、よくありましたね。チケちゃんにもオリンピック号巻かなかった。また巻いて、それに動画にも映るで。なんかあれやわ、あのこっちにいたのが正解かも。いや、1時間半ぐらいかかるな。え、津田幹事が走るに最後あの、あっちかな。津田幹事バスに乗ってて、高橋なんとかは。え、津田幹事はここ走るやつ。ここ走らない。ああ、最後だっけ。全然東京から来てるはずない。なんで警察がパレードに出てくるの。こっちだ。あれ、悪い人乗せるやつじゃない。本当や。じゃあ悪いよね、これ機動隊の。あ、来たんや。あ、来たんや。聖火来たんやね。うん、聖火が来たんや。まもなく聖火ランナーを通過します。そこまでお待ちください。どこで、200m のここで交代する。どこで交代するんだ。
カメラあそこにな、車に乗ってきて、そこに。どこで交代するの？あ、ここや、ここや。ちょっと目の前で。すごいいいとこやったやん。あ、ちょうどいいとこやったんやん。この場でお待ちください。歩くんやん大変なこと気持ちが出るんかなんてせがるなってなるから断られたからね。かっこいい車ばっかりよね。あれなんかかっこいいな。おしゃれな、ね、おしゃれな色、車に乗って全然見れてないよ、ね、危険が映ってないじゃん。危険が危険いい感じに映ってないところが、うん、なんか聖火ランナーと地形一緒に行ってもやっぱり護衛しな感じやろ。なんか変なやつが入ってくるかもわからん、うん、あ、セイガさんがあバス乗って帰る。そこはなんか結構リアルなやつ。 あのバスにみんなあのセイガさんが乗ってるやん。あ、最終的にあれに、うん、津田館長は結局どっからどこ走るの。どっかで交代するのに乗ってくるの。どっかに今降りてるんじゃない。あ、なるほどね、うん、どっか知らんけど中央会の近くか。それでこれを見に行くとみんなほらついて回ってるやん。あの当時って本当にあんまり炎は上がってない、ね、うん、あれが最後に、うん、パトカーが一番初めに来たやろ。45倍が最後走っていった。え、自転車もいる。11倍謎のチャリが最後なんか侵入したおじさんみたいな一人が今音声を流してる感じ。音声流してる。音声流したんだ。音声が喋ってる。あの人喋りながら自転車こいてる。喋ってる。そうそうそう。なんか変な人も真ん中へ走ってる。なんか侵入したみたいやろ。止まってるぞ。何や。はい。